ミケルランダは、スペイン、バスク州、アラバ県ムルギア出身の自転車競技選手。2010年、オルベアイコールオルカエ 3A にて、プロキャリアスタート。2011年、エウスカステルエウスカディエ移籍。同年、ブエルターブルゴスにて、プロ初勝利。2013年、チームの解散に伴い移籍を余儀なくされる。 2014年、アスタナプロチームへ移籍。2015年、バスク一周にて、ワールドツアー初勝利を飾る。ジロでイタリアに行って、ファビオアルのアシストとして出場し、失速するアルトは、対照的に好調な走りを見せ、ステージに連勝を上げる。グランツール初勝利となり、総合成績も3位とグランツールライバーとしての、能力を見せた。続く、プエルタエスパーニャでも、 アシストの傍らクイーンステージで勝利を挙げ、続くアルガニーのワンツーフィニッシュとなった。この年の活躍が評価され、翌年移籍先となるチームスカイではエースの一人として走ることとなった。2016年チームスカイへ移籍。ジロでは体調不良を理由にリタイア。2017年ゲラント・トーマスとのダブルエース体制で再びジロに挑戦。第ステージの社で、 大ダメージを負うも終盤に調子を上げピアンカバルロの頂上ゴールを制し、三学賞を獲得。ツールではクリス・フルームのアシストをしつつ、総合4位。3位との差はたったの1秒だった。ツール後もクラシカ・サンセバスティアンでチームメイトの優勝を助け、ブエルター・アブルゴスで総合優勝を果たすなど、好調な走りを維持する。この年のツール中、かつて所属していた。 エウスカデ財団が財政的混乱に陥っていることを知り、支援を決意。その後プレジデントに就任。エウスカデ財団が2018年はコンチネンタルチームとして続行していくことを発表した。2018年シーズンから2年契約でモビスター、チームへ移籍。2019年8月5日、バーレーン・メリナは、ランダと2020年からの契約を締結したと発表した。 ありがとうございます。